それはなんか怖いわ。助けてよ。いや、ごめん。マサリちゃん大丈夫、頑張ろうね。え、チームだよね、チームだよね。うわー、ミスったー、マジでミスったー。あー、だからお願いだからフルパがいいって言って、じゃあお互い集めましょう。で、集めたメンバーがカルビちゃんとマサさん、マサリが呼んで、うん、アリケイさんを呼んでくださった。なるほど。そしたらたまたま対戦を確認、みんな太ってた。これさ、もうさ、ひどい、丸だけハムにしようぜ、むしろ。なんで逆にね、なんでもう最低じゃない。うん、逆にね、俺もデブかもしらんね、言ったら。今日だけは、うん、今日だけは認める、今日だけは。今日だけデブになってるじゃん、うん、今日だけはデブってことにする。デブトークについてこれんの、丸だけ。確かに一個じゃ振ってみて今。え、マヨネーズ好き？いやー、俺ケチャップのが好き。うわ野菜やん、ケチャップが。野菜じゃねえだろ、敵やん、普通にトマトやん、トマト。うわ、野菜すぎ。人狼混じってるぞ、あれ。マザーマヨネーズ好きだっけ？俺マヨネーズ大好きだよ。あ、そっか。俺でマヨネーズご飯食べると思う。おー、いいね。気持ち悪い、気持ち悪い、気持ち悪い。いや、好きだね、それは。いや、俺、卵かけご飯とかにマヨネーズかけたりするよ。え、美味しい、美味しいやん。美味しいよね。あと、味噌汁に入れるよ、祭り。あ、いいねー。え、あ、全然合う。いや、味噌とマヨネーズは死ぬほど合うぞ。そうよ、そうよ。味噌汁が嫌いだからな。え、じゃあ普通にさ、え、俺、ヘルシーだからね。え、これにマヨネーズかけてんのってレベルで惹かれるものとかあるよ。味噌ラーメンは好きなんだけどね。何にかけてんの？え、チョコレートにマヨネーズ？え、ちょっとそれはごめん。それはなんか、それはなんか怖いわ。チョコマヨは、チョコマヨか。チョコマヨ。チョコマヨはちょっと。お気に召さない。いや、そのうん、その味覚を心配するかもしれない、それは。まだ、ね、うん、まだご飯とかにかけるのは分けるけど、甘い。なんか黙るわ、ちょっと。いや、まあでも、でもすごいと思う。そうやって、あの、これにマヨネーズかけたら惹かれるだろうなってものがやっぱいっぱいあるから。いちごとか？え、なんか生クリームだと思ってない？マヨネーズを。でもさ、いちごって野菜だからさ、キュウリにかけるのと同じ。いちごにマヨネーズかけるん？いちご、練乳とかじゃなくて？練乳もつけれる、つけるよ。120カット最後は。うわー、おにぎれー。ナイスレ、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 ナイトラー。ちょっと飯が足りねえわ、これ。カロリーチャージ。カロリーがねえ、まだ。カロリーチャージします。もうちょっとの喉を油で潤したい。緊張して潤ってねえだろ、それ。一番潤うんだから。油めっちゃいいよね。ね、いいよね。なんか行った時に揚げ物を頼むよ、祭りも。うわ、揚げ物食いてぇ。唐揚げマヨネーズはマジで好きだけど。いや、正義ね。唐揚げマヨネーズはでも入門じゃない？それは入門なんだ。入門っていうかね、当たり前だよな、デフォ。当たり前。息を吸うと同じくらいの。そう、全然、なんかドヤ顔しないでほしい。それで、デブ思考しかいないかも。それで俺らと同じになったと思わないでほしい。俺も仲間に入れてくれよ。あ、ちょっと待って、メイメイフェニックスのスキル強え。なんか早いな。A でキャリアダウン。 A メインフェイド、 B メインフェニックス。うまい、コルビ選手。はいはい。わ、二人いた、負け。待って、私イヤホン逆。何してる、お前バンダル拾えよ、お前。えぇ、えぐいぐい、えぐいえぐい。バンダル裏してるね。え、私、お前どっち向いてんだ、どっち向いてんだ、お前どっち向いてんだ、お前。イヤホンがね、逆。あって、ちょっとちょっと待って、イヤホンが逆だろうが、ダメだ。今変えた、今変えた。えらいえらい、いや、ここからよ。そういう時はある。嘘だろ。今の動きはもう目に頼ってないってことになるけど、大丈夫、カルビ。耳に頼った感じで、ああなった。えらいね。これでも今フラグトップですから。うわ、ああそういう感じ、カルビ。いいよいいよいいよ、お前調子出てきたら覚えとけよ、お前。俺の俺こっちに、じゃあ最初。なんで
私だけ死んだ。うわぁ、CT3、うわぁ、うわぁ、助けて、助けて、お化け屋敷やってんだからさ。ナイスライ、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 助けてよ。いや、ごめん。こう、ちょっとマザーさん、ごめん、やめて。マザーさん、ダメでしょ。リーゾ、なんだそのごめん。マザーさん、女の子いじめてんのか。ちょっとマザーさん、今のはちょっと、いやいやいや、ダメだよ、今のは。ありけん、お前。え、お前騙されんなよ、マジで。いや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 、お前なんか格好の餌食なんだからな。ありけんさん、でも、最初でも、ふざけんなよ。マジで、格好の餌食だぞ。マザーちゃん、大丈夫、頑張ろうね。頑張るね。マザーさん、俺許せねえよ。許せねえよ、俺マザーさんが。そうだな、マザーさん最低。じゃ、ラウンド取ろう、ラウンド。勝てるぞ、アリケン、これ。こっちじゃない？ウルトも使っちゃえばいいんじゃない？それ、ドアなんか閉めちゃったりなんかして。ウルトパチコン置いてさ。ヘブンカー壊されるけどね。これ、あえじゃない？これ。会えたね。そこなんだ。キープじゃない？オペだもんな。落ちた？いや、いるよ、いるよ。オペキープ全然ある。いや、キープだわこれ。あ、ショート。あ、キープじゃない。うわ、うわ、うわ、うわ。グレネード配置。うまい。グレネード展開。避ける前。ハーフは行ってる。右クリ、右クリ狙ってない絶対。え？これ解除されるぞ。クラッチ。え？は？なん、何このキルじゃん。すいません、あのまだハーフとあのききあれが聞きあれできなくて。すいません。ケン君。すいません、すいません、すいません。ケン君。すいません、すいません。え、チームだよね、チームだよね。ちょっと待って、解除されるようが先の前に歯が最初に聞こえたんだけど。教えてくれたっていいじゃん、行けとかさ。歯が怖っ。そうだよね。一本あげるよ。分かってる風だったから、立ち回りが。あー、全然。あえてたからさ。勝ち確かと思ったわ。でも、プラチナさんでも分かんないんだな、安心したわ。うれれれれれれ。オフェロ、オフェ。これあえて。ああ、ダメだ。確かにそうかも。あまりにもちょっと不健康だわ。ん？丸竹ジェットやってよ、ジェット。今、舞茸って言いました？丸竹って、いや、今なんか、え、俺、気にしてるやん、もう。いや、もうごめんって、舞茸、丸竹。丸竹って言ったのに、今。あー、心が痛い。でも、やっぱ気にしてんだ、正直。いや、気にしまくってる。気にしまくってる。あ、そうなんだ。なんか、解明すれば。解明？なんで？どっちかが折れるしかないんじゃない？確かになんか。いや、ちょ、気にしなくなるじゃん。舞茸ってアイドルだよ、でも。じゃあ、舞茸に解明するか。いや、もう、手前の2つが邪魔だから、あの交換しよう、マイマルとタケタケにしよう。マイマルとタケタケ、マイマルとタケタケで、マルタケがタケタケになるの。マルタケかわいそう。タケタケ かわいそう。なんか沖縄の幽霊にタケタケだけどな。テケテケテケ怖いよね。悪口だろもう。タケ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 いいけどな。まあ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 。おしっこ。まあ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 。いってらっしゃい。トイレ行きます。これ丸竹舞茸って言ったからスコア下がってんのかな、これマザーさん。いや多分そうだよ。わあ、やっぱ気に、やっぱその高木の時もだってなんかネタで言うけど本当になんか聞いてる感じあったしな。やっぱ誰かにあの間違われるのって地雷かもしれない。いやそうだよ。うん。女の子なんだから、丸竹は。女の子だったんだ。丸竹は女の子なんだ。あ、やっぱ女の子だ。確かに、女の子の名前間違えるのはダメだもんな。ダメだろ。じゃあさ、なんとか竹のさ、超かっこいい人探そう。竹？竹？なんとか竹のかっこいい人と間違えたらテンション上がるんじゃない？佐藤健？その、あの最後に竹とかじゃないんだ。その間でいいんだ。佐藤健だ。佐藤健だよな、やっぱな。じゃ間違えたふりして俺
呼んでみる。竹豊かもあるな。竹豊かピンとこないんじゃないか。竹豊か誰だろう。わかんない。あ、わかんない。まあ俺が、まあ、あの間違えたふりして聞いてみるじゃ。わかったわかった。何？舞茸を元気、そう、舞茸を元気にさせる。舞茸って言ってた。もう、ま、もう舞茸って言っちゃってんじゃん、お前。舞茸を元気にさせちゃってんじゃん。丸竹だろ。丸竹だった。マジな間違いです。素手間違えるのやめろよ。お前もう、それ間違えちゃうんだよ。ねえ、でも大丈夫。佐藤健で全部回収する。よし、取れました。回収できるかな。おかえりー。おかえりー。え、次何使う？マザーさん次何使う？俺、まあでも何でも合わせるよ。カルビは何使う？私、バイパーかな。まつりちゃんはゆえかバイパー。まつりサイファーがいい。うん。え、佐藤健、あ、ごめん、間違った。マイタケ、丸竹は何使う？ちょ、うわー、ミスったー。マジでミスったー。ごめんみんな。何してんだよ。まあごめん、ちょっとガチミスった。ちょっと本当に。そんな佐藤健に見えたかな。いや、いや、聞いてる、聞いてる。本当聞いてる。覆った。ごめん。